こんにちは、荒獅子男之助です。今日は五代目古今亭志ん生師匠でお初特米浮名の桟橋です。この話も初めて聞くんですけど、お初特米といえば歌舞伎ではもう曽根崎心中って思い浮かぶんですが、その曽根崎心中の登場人物を使って世話物の話が昔聞いたことがあるんだけどっていうコメントをいただいて、ちょっとね音源を探ってみたら、このお初特米浮名の桟橋って志ん生師匠のカセットテープが出てきたんですよ。ちょっとどんな話か楽しみです。それじゃまた後で。今日は、もうおなじみ様ばかりで、どうもこのお話の方はお色気というものが出ないっていうと話になりませんな。どんな偉い人でも豪人のためには一度は迷うことがありましてね、武蔵坊弁慶だと女に迷ったの。ね、弁慶だって豪人になんかやりゃそう怒っちゃいられないね。どこ行くの？ちょいと弁ちゃんかな。そんな釣り鐘なんて重いもの引きずるのよしよ、お前さ。あたしとどっか行かないかい？いや待って、ナース道具売るからなんて。弁慶だってナース道具売るようになります。岡田のどちらおいで。あ、親方どうしたんですか。あなた私の顔見て向こう向いたね。え、あなたご関東になったって。そうなんだよ。また親方に厄介になると悪いからね。何言ってんだね。あなたどこ行ったっていろんなこと言ってて、あなたを相手にしないでしょうね。もう来るかもう来るかと待ってんですよ。私のうちが今こうやって大勢の若い者を置いて船なんぞを持って親方とかなんとかって言われるのはみんなあなたのおかげですよね。え、あなたがお宅においでになった時にうちは随分使ってくださった。え、うわ、私のところにいらっしゃいね。もう構いませんよ、うちだと思っていてください。ええ、うちのかかもあなたのことは心配してんだから、まあ、おいでない。あ、今帰ってきた。あ、お帰りなさい。若旦那連れてきたい。あ、そう。まあ、若旦那、どう遊ばして、え、ご感動になったんですって。なんですね、少しぐらい道楽したら感動するなんて。あなたにはね、いい若旦那を感動するなんて、親御さんの方でね、罰が当たるわよ、本当に。うちにいらっしゃい、私のとこだと思ってね。うちの子になってもいいわよ。うん、構わないから、うちにいらっしゃい。じゃあいいんですよ、お小遣いは私の方で何とでもしますからって。けどね、居候ってもな、不思議なもん、居候を置いて合わずいて合わずって言いますが、いて合わないってことはないんですけど、やっぱし居候は居候でいてどうもなんでございますな。親方何です、ちょっと2階へ顔貸してくんないか。へい、おい、お茶入れて持ってきな。うん、なんか甘いもんがあったろ。なんかこうですか。親方ね、私は船頭になりたいんだけど、してもらえないかね。船頭、おいない冗談っちゃいませんよ。あなたはね、船頭なんてこんなヤクザの影にならないで、あなたはやっぱし商売座ってそろばんをはじく人ですよ。おいしなさいよ。言えたけどね、もううちは帰れないらしいよ。この間観音様がお参りに行った時にうちの左兵に会ったらね、どうも他から養子をするというようなこと言ってたからね。そうですか、そう先端にしてくんないか。うん、だけども骨が折れますよ。いやなりたいんだから。いやそう、うん、じゃあ今どうしよう、若い者を呼んでね、それでここでカオスなぎにしてくんないか。仲間入る、それでみんなに一杯飲ましてさ、うん、散財かけてすいませんね。
で立て替えてるんですけど、なんだろう竹谷貸し行って分け物みんな呼んできな。はい、親方みんな連れてきました、こっちみんな入れ、こっち。へえ、どうもすみません。うん、おこっちみんなよ、おめえたちに少し言わなくちゃならないことあるんだ。こっち来ない、この野郎がよくねえんですよ。ねえ、留守番してやって隣そば屋が持ってくるやつ間違えてうち持ってきたの食っちゃったの、天ぷらそば。で、からの丼隣に置いといて、その上に乗ってる天ぷらそばのお箸をまた持ってきちゃった。なんだってそんなこと違うんで、すいません、とんしょうの野郎だ。初めて聞いたんだ、そんなことは。おい、本当に知らねえんじゃねえか、本当に。そうじゃねえんですか、他の答え。あ、こっち来い。あの野郎がね、心臓をこぎ出して、へさきがつけちゃった。乗っちゃいけねえとね、またやったのかと、目が。どうせ、その野郎でいつやったんだ。三日割り前なんです。ちょっと知らなかった。なんだよ、しょうがねえな。そうじゃねえんだ。今度は若旦那がな、船頭になりてっておっしゃるんだから。え？だから、みんな、よく船のことやなんか押せなきゃいけねえぞ。坊さんの船頭に。へえ、いいね、若旦那が船頭になると。え？男っぷりやって、なんだね、こう、姿がいいから。え？大変ですよ、若旦那。船頭になった日が。え？柳橋の芸者はね、もうぽーっとしちゃってね、どっか下へ泳ぐと。うん、女のせいでね、進んだんじゃん。いや、そうじゃありませんよ。で、若旦那がな、先頭になってみると、若旦那なんてこと言っちゃ嫌だって、仲間入るんだから、名前があるんだ。ね。徳兵衛さんって名前があるんだ。徳って呼んでくれてんだ。徳？え、呼びにくいな、徳ってな。いいんですか？徳って呼んでください。じゃあ、徳って呼んで。よろしいんですか？ちょ、おべっか。なんだよ、呼べねえのかい。呼びにくい、何呼びにくいんだよ。若旦那の時は若旦那だ。小遣いもらったりなんかしてっから。先頭になりゃ、仲間じゃねえか。そんなこと呼びねえのかい。だからてめえはな、おべっか使いだってんだ。なんで呼びねえの。だよ、頼みだよ。なんで本当に。たく、ごめんなさい。これから一生懸命に船を習いました。なかなか船というものも優しいもんじゃない。ちょうど3年目でございました。この徳兵衛の向こうに回るものがないというくらいな腕になりまして、実に船を漕ぐことはうまかった。使い回ってきた男っぷりがいい。まずこの個人になりました俳優で言ってみれば中村鴈治郎、それにちょいっとも出しがいんで、粋なところは個人の立花屋のうざいもんにいて、そこに六代目の音羽屋のも出しがある、針間屋があって、以前の総十郎があって、新生があれはめちゃめちゃその頃の船頭のなりがってえと、蛇形の一重に八反の三尺かなんか、銀の掛けまむりかなんか、実にいい姿でございます。そして徳兵衛は散々道楽にしているから何でもできる。だから芸者が屋根船の中でお客に少し飽きが来るとそこに来て何か言ってくれるんで大変助かる。で、今何がうまいしするからもう徳さん徳さんで何でも徳兵衛の船に乗ろうと思いますな。今日すいませんが徳さん帰りたいんですけれども。徳さんダメなんですよ。あの、なんじゃいけないの、タッさんじゃ。タッさんダメ。タッさんの船の漕ぎ方って期待には本当にまるで落ち着いていられないんだもの。タバコも吸えやいないよ。徳さんにしてくれないかね。その徳兵衛が国庁の木綿問屋の番頭3人を送って水神の八百祭行った。
これから向こう越しをして吉原へ入ろうという相談になった。連れてった芸者を吉原へ連れてくということはその頃はやかましくてできなかった。やかましいんじゃない、芸者の方で嫌がって、門の外から芸者を連れてくると吉原には横丁芸者というものがある。ああピンつきだと言って人が嫌がって、仕方がないから芸者を置いていかなきゃ、他の船で行ってしまうと徳兵衛はぼんやりしてるところに茶屋の女将が、徳さん、あのね、うん、植木棚のおはっちゃんがね、徳さんに送ってってもらいたいって言うの。え、よろしくお願いします。さあ、お願い。柳橋で一と一点と下がらない。おはつというのは、今植木棚に来ておりますが、死に、この女がいい女だ。何力でなくたって言うんだ。私はどうしてこの女いい女って言うか力が入っちゃうんだ。いい女って言うと、さもいい女だよな。いい女って言うと、受かるんじゃないか。ああ、いいですな。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿が百合の花。ボタンに鹿で聞くなんて、こっちはよろしいってくれな。もろこしの陽気しは何のその、念菩薩の再来か、時は午前か今朝午前、お昼午前は今済んだって。桟橋を渡って船に乗るお初が中に入る時にぐっと高く妻を取って、そしてこれを待たない間にさっと挟んでおいて船の上にちょいっと手をかけて足の方からスーッと入るのが、これが情報なんで、なかなかこれが入れない。こむっと入ろうつってて、かんざしを川へ落とすような例があるから、こう入って捕まってスッ、はい、じゃあそろそろやりましょう。船を漕ぎ出してくる。じゃあバカに虫やすね。なんでしょうこれは。暑いね。バカに空合いが悪くなってきやったな。ああポツポツってきやん、言わなくっちゃねえぞ。これけ、姉さん、おらいとる人は見えねえや。どうしよう。あんまり来たから、どっかで甘やみしますかい。こっちは、向こうは見えねえから。そうね。どこがいいだろうね。さあ、守備の松あたりで一つ甘やみしましょう。ずっとそこに船を入れて、そして、もやいでもって、すっかり、船をこう動かないや人を、こっちお入りよ、ねえ徳さん、こっちお入りな。ええ、おう。なかなかやみそうもないね。どうもやみそうもないね。ほらどんどんひどくなってきちゃった。お酒あるかしら。え、ありますよ。じゃあちょっとつけてくんない。はい、よろしくお願いします。タンをつけて、お前さんもこっちおいでよ。どう、船頭が姉さんのそばなんで聞かれませんよ。いいじゃないかね。こっちおいでよ。ね。誰も見てやしないんだからさ。見てんな、魚ぐらいのもんで構えない。さかずきをやったり取ったりしているうちに、ねえ徳さん、私は7年も前からお前さんを知ってんのよ。そうですか。あなたは立派な若旦那じゃありませんか。その七義両外都政の若旦那がなんで先導になったんでしょうね。面目ありません。
私がまだお釈時代に柳橋の姉さんのとこにいた。その時にお前さんが小僧さんを共に連れて年始に来たことがあったね。黒の石所に白旅草履履きでお前さんが来た。私は羽根ついてて、やってみて、あれはどこの方と言ったら、上州屋の方になった姉さんに言われて、あらまあいい男だわねって言ったら、何この子はませた子だよって叱れたことがある。それからお前さんのことはずっと忘れないでいて、この間お花見の時にお前さんの船に乗って、そうあっと思った。始終口聞きたいと思うけれど、人目があってなかなかお前さんに口聞けなかった。今日はちょうど誰もいないからお前さんに話をするんだけど、私は昔からお前さんのことを思ってたの。お前さん私嫌いでした。嫌いじゃありませんよ。だけども天道とお姉さんいいじゃないか。私が思ってたんだからさ。あらピカッと光ったね。来るかな。さあっゴロゴロゴロピカッ。でもね本当に、雷は私は嫌いなんだよ。本当にだけどもね、お前さん私のこと本当に忘れないでね。それは兄さんなんですよ。忘れないでどん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 そば寄ってきたよ。膝と膝とがずっとこうくっついちゃった。え、膝と膝とこれどうしましょうね。これしょうがないよ。ザめい焼き金を当てられるようになってきた。カッ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 カリ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 。もう神谷もカリカリってくると怖いですよ。カリは怖いからね。カリはカリぐらい怖いもんない。カリーザーチーンと脇が落ちた。あーってと船がガーッと揺れた。おはつは思わず知らず特命にスカッとすがりついてきた。頭の油の匂いとおしろいの匂いがファーッとした。思わず知らず特命がお花の背中に手をかけてぐっと引き寄せると、裾がパッと乱れ燃え立つようなしじり面の長襦袢のところからおはつの白い息のような足がスーッと出た。こんとこ本が破けててわからねえ。新庄師匠でおはつ特兵衛浮名の三八でした。この話ってこういう終わり方なの？それとも新庄師匠が強引に終わらせたのかな？いやーねえ、だってお初の口説きが入って、いやーもうドキドキするような展開になってきたところで、本が破けてわからねえって、はい？でもお客さんはみんな笑ってたね。そういう下げなのかな。なんかあれですよね、話自体は船徳のロングバージョンみたいなね、ドジな船徳が3年後には右に並ぶもののない船頭になっている、そして芸者さんに指名されちゃうぐらいに、あー続き聞きたい、マジっすか。
それじゃあ次回お楽しみに。